こんにちは、ライン漫画の中の人、バクガちゃんです。ちょっと今日はすっぴんということで、非常にちょっとまだ恥ずかしいんですけれども、今回は女子必見待望のメイク企画になっております。なんと今回は女神降臨で紹介されるメイクを再現したいと思います。女神降臨という作品はですね、累計ビュー数約6億、グローバル累計 PV 数約51億、実写ドラマ化もされている超人気 LINE 漫画オリジナル作品になっております。すっぴんが冴えない主人公レイナがメイクの研究をしまくっても努力して超美人に変身するという作品になっておりまして、レイナを取り巻く2人のイケメンの男の子、神田くんと五十嵐くんの、今後の展開がどうなるのか目が離せない作品になっております。漫画のストーリーだけじゃなく、メイクやファッションっていうのも大注目の作品になっています。作品に登場する2人のイケメンに恋する人が続出しております。あなたはどっちの方が好きですか？ぜひまだ読んだことない方は LINE 漫画でお読みください。動画の最後に女神降臨コラボコスメのプレゼントのお知らせもありますので、最後まで見ていてください。そして本日は頼もしい方がゲストに来ていただいております。お願いします。イエーイ、めっちゃ嬉しい。よろしくお願いします。嬉しいがりです。ということで、はい、今回は女神降臨の第5話に出ていたレイナがしていた王道のナチュラルメイクを猪狩さんと一緒に再現できればなと思っています、はい、これまでレイナが男の子とそんなに会話したことがなかったんですけれども、うんうん、男の子がいる勉強会に参加することになった時の清楚だけど可愛いナチュラルメイクっていう感じになっています、はい、ちなみに猪狩さんは女神降臨を読まれたことありますか？ちょっとだけ。でも友達は神田くん派が多いです。あ、そうですか。はい、でもなんか分かる気がするみたいな。やっぱり年下なんで、みんな私からしたらやっぱちょっとお姉さん的には神田くんかなみたいな感じで、ちょっと母性をくすぐるというか、うん、メイクって女の子の気持ちもやっぱ入ってくるので、うんうん、女の子の気持ちが入ってどうしたいっていう感じがなんかすごい、なんかうまくできてんなっていうのが思いましたね。はい、ありがとうございます、はい、どういたしました。今回ですね、より再現性を高めるために、うん、作者の先生から直々にメイクに関してのコメントをいただいております。このメイクのポイントはベースメイク、うん、至近距離でも OK なふわふわなマシュマロお肌に、ポイントメイクは可愛らしいピーチ系でまとめるのがおすすめが、わかる。いかがですか？なんか肌って癖になるのよ、男の子多分。あの肌もう一回会ってみたいとか触ってみたいとか、なんか肌が綺麗な人の方がやっぱり癖になる感はあるから、やっぱ肌っていうのはすごい重要なので、ぜひピチピチな感じでいってほしいと思います。はい、はい、じゃあピチピチな感じに仕上げていただければな。ピチピチだからもう本当に可愛さじゃないでもすっぴんに出て。まずはね、ベースからいくんですよ、はい、なんだけど、はい、これベースが CC と BB なんですけど、はい、その下にもうちょっと仕込んだ方がいいので、今日はちょっと猪狩的アレンジで、はい、こちらのちょっと肌が光るやつと、はい、ストロボクリームって言って、これもちょっと肌から内側から光が出るやつはちょっとベースで出ない。でベースをちょっと塗って内側に光を入れておきます。はい、これ重要なんで、ぜひこのなんかやってほしいなって感じなんですけど、ベースはしっかりと塗っていきます、はい、大丈夫ですか？はい、大丈夫です。気持ちいいですか？これは今混ぜて最初に使って、次にトーンアップという肌の色味がちょっと明るくなるものも使います。はい、ちゃんと白身のあるマシュマロ肌にしないとダメなので、全体的にはつけます、とりあえず、はい、でもこれはちょっとアレンジなんで、皆さんご自由におやりくださいませ。そしたら BB クリームを全体につけていきます。もう BB はもう色ムラも収まってくるし、でも美容液効果もあったりとかして、本当に手軽にパパパッとできる商品なので、はい、こうやって、あとさ、やっぱ高校生が設定だったから、はい、やっぱあんまりファンデーションっていうよりは肌に優しいものとか、なんかこうイージーなものを使った方がいいと思うので、この BB クリームっていうのを全体に塗っていきます。はい、あ、でも私もファンデーション普段塗らないんですよ。本当？はい、だから綺麗なんじゃない？ちょっといただきます。はい、嘘、塗らないの？ BB クリームだけ？いや、なんかよくわかんない、下地だけ塗って、あとパウダーで終わりです。え、なんかあんまりよくわかってない。じゃあ今日このさ、BB クリームに CC クリームっていう組み合わせをさ、自分でさ、はい、
ゲットしてたらいいんじゃない逆に。あ、そうします。今日すごい出たものを買って帰ります。すごい女神降臨効果。おお、どうなってるんだろう。おお、癖になる肌になってきたよ、はい、はい、そしたら CC クリームいきます。クッションね、はい、CC クッションを全体にポン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 とつけていきます。これでもダブル効果で、うん、もうほんとふわっとしたま、あ、なってる。え？ふわっとマシュマロ、なんかこっちはまだぬめっと感がちょっと残ってるんだけど、うんうん、ふわっとしてきた。へえ、すごい。作者さんって自分でメイクしながらこれ考えてるのかな。そうだと思います。すごいよね、はい、すごくない。ポン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 、おお、いいじゃないですか。こんな感じですよ。そしたらレイナちゃんは結構ミニマムなアイシャドウなんですけども、やっぱアイシャドウといえばブラウンじゃないですか、はい、世の中の想像は。なのでブラウンのシャドウで深みを出してますね、はい、なんですけど今のブラウンってちょっとこう グレーシュが入ってるブラウンが結構あれ結構あって、そのグレーシュが入ってるブラウンをちょっと選んだらいいんじゃないかなと思う。ドブラウンよりもちょっとグレーシュが入ってるやつを選ぶとこの主人公みたいな目になっていくんじゃないかなと思います。はい、アイシャドウだけにポン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 と乗せてもらったら大丈夫です。はい、おお、いいですよ。はい、そしたらやっぱ目といえばアイライナーも必要なので、うん、アイライナーはあのブラックじゃなくてブラウン。ブラウン、さすが作者さん、すごい。目元は結構ブラウンでまとめる感じですかね。そう、やっぱこう清潔感がある、清楚感がある、ね、うん、メイクにしたいから、やっぱ黒だと主張強いのでこのブラウンを着たいと思いますね、はい、ブラウンを彼女の名前は全体です。はい、はい、目閉じていいんですか。目閉じましょう、はい、目閉じて、あ、なんか震えてるあれピクついてるよ。で全体的に目頭から目尻まで行って、全体的に行って、ちょっとやっぱりこう主張したいのでアイラインをスーッと8ミリぐらい目尻から出していきます。スーッと、はい、こんな感じでスーッと出していきます。はい、自然にですねこめかみの方に向かってスーッと終わる感じで出していきます。はい、こんな感じです。そしたらですね、次にですね、目の下もいきますね。ちょっとこのキラキラ、キラキラをやっぱ前、この前頭にちょっとだけスーッと、まあ、黒目の下まで、前頭から。前頭から黒目の下までスースーッとつけます。あんまり全体につけるんではなくって、この前頭から目、黒目の下まで、前頭から黒目の下までですね。そしたら次に上で使ったシャドウを、まあ、目尻にスーッとトン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 とちょっと影を入れていきます。目尻、そうすることでこのちょっと目がはっきりとくっきりと大きくなったような、だけどこうあんまりこう主張がない感じ、うんうん、ナチュラルな感じに。おで今眉毛はあのバンガーさんの方に出てこないんですけど、あの全体的に共通していてストレート、ストレートです。とりあえず顔の横に線がキョーンって入るぐらいストレートにした方がいいと思います、うん、なのでもうストレートのラインをシューッと描いてもらってって感じですね、はい、はい、こんな感じで次はチークとかですかね。あ、そうだね、チークだね。チークは本当にあのピーチ色っていうか、うん、ピンク味の可愛らしい、そう、可愛らしい色を使った方がいいんですけど、はい、くすみが入ってない、本当ピンクですみたいな感じの色がいいので、うん、こういうピンクにこのピンクをピュアなピンク、そうです、はい、合わせていく感じにして、でチークは外目です。外目、内側じゃなくてこの辺、はい、はい、この外目、そんな外じゃなくてこれシェーディングだからチークはこの範囲内ぐらいなんですけど、はい、この辺は外目って感じですね。外目にサー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 とつけます。塗る位置でも結構変わるんですか、印象というか。全然違う、より側になるか外に重心がいくから、全然違うんで、ぜひ。なんでこれ外目かって言ったら、この肌の最初に肌がふわふわ肌、マシュマロ肌ってあったじゃないですか、はい、マシュマロお肌に、そう、はい、チークを真ん中潰してしまうとここにマシュマロ肌がちょっと出てこなくなっちゃうんですよ。だからチークは外目にして、この真ん中の抜け感のところにしっかりとメイクし、しっかりとあのマシュマロ肌感が出てくると、最初正面じゃん見られるの、はい、その時にここにふわってあるの、この辺にマシュマロがあるってことですね。そうですね、いいと思います。そしたらですね、チークの周りにあの出てこないんですけども、ちょっとこうフェイスグパウダーっていうか、こういう光る素材のパウダーをちょっとだけ周りにふわっと重ねてあげると、チークがよりあの可愛らしく出てくるので、周りにふわっと重ねた後に、はい、
全体にちょっとカバーしてあげるとこのマシュマロ肌がさらにいい感じに、うんうん、光り輝くようなマシュマロ肌に。おおすごいですね。はい、そしたら最後仕上げですね。仕上げはリップです、はい、これリップが問題で、はい、あのこの漫画に出てくるとこう透けてるんですよ、ちょっとリップが。あ、そうですね、なんかツヤツヤとした感じの。そうあんまベタっとリップスティックでコーラルピンクを競争するんじゃなくって、うん、この透けてる感じを出したいので、だからこういうグロス系を選んだ方がいいと思いますね、うんうんうん、でグロス系を使うのでリップクリームなしで大丈夫です。はい、リップクリームあるとグロスの感じが生きてこないのでリップクリームなしで、うん、しかも全体につけないでちょっとこうやって簡単にふわふわふわっとつけてまん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 ってやってもらって、でポン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 っていって伸ばしていってもらうと、いろんな指使って伸ばしていってもらうとふわーっとした感じにつきます。あとね、やっぱりこうリップが丸みを帯びてほしいので、ちょっとオーバー気味にこうやって触っていきながらやってくると、上もちょっとオーバー気味に触ってあげながらやってくると、真ん中の部分をこの辺オーバー気味ですね、いいと思いますよ。なのでふわーっとつけてあげてください。こんな感じですね。できましたー、イエーイ。ということでメイクが終わりました、うんうん、まだちょっと自分の顔を見てないのでどんな感じになってるのかわからないので、ちょっと鏡を見させていただいてもいいですか。はい、その前に自分その前に自分チェックしちゃった、はい、いきます。 おすごい、誰マシュマロ肌感もほらふわーっとしてそうでしょ。いやめちゃくちゃ光もあるし、うん、光沢感もすごいですね、はい、色味はそんなにはっきりいろんな色を使うわけじゃなくって、コーラルピンクと茶色みたいな部分で、あとは肌っていうこの組み合わせで全然変わってきました、うん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 、確かにめちゃくちゃマシュマロっぽい感じですね、はい、なんかこうやって光が当たるとこうなんかツヤ玉みたいなのが動いてます。この団子とさ、これがダメだよねダサいですよねこれはちょっとバランスがかなり合ってないので、ちょっとより再現性を高めるためにちょっと髪の毛と衣装もちょっと着替えてきますね、うんうん、すごーい、はい、楽しみ。それではメイクだけじゃなくて髪の毛も服も入れてトータルバランスでレイナちゃんに変わったバクガちゃんを呼んでみましょう。どうぞーって、すごーいどうもーすごーい、ちょっと変身してきました。どうですか皆さん、レイナに慣れてますか。すごい、真似したくなる、清潔感ある。あ、本当ですか、うん、なんか髪の毛とかも服とかも合わせるとより、うん、レイナっぽくなったのかなって。いいじゃんいいじゃんすごい、なんか自分じゃないみたいです。へえ、なんか鏡見た時本当に誰か分かんなくて、なんかえーってなっちゃいました。お母さん喜んじゃう。はい、ということで猪狩さん、今回の再現メイクいかがでしたか。発見ありますよね、やっぱりシンプルに高校生の気持ちをどうやって表現しようとか考えるから、あと肌が重要ってやっぱ根本なので、私も明日からまた肌重要をちょっと考えながら頑張っていきたいと思います。ありがとうございます、はい、綺麗になった。いや、とってもなんかもうお肌もなんかツヤツヤツヤってなってすっごい嬉しいです、ありがとうございます。女神降臨の再現メイクですが、まだまだいろんなメイクのパターンが出てくるので、猪狩さんとチャレンジしていければなと思います。猪狩さん、引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。この動画を見てくれた皆様にプレゼントをご用意しております。女神降臨とコラボしているオールマイシングスのコラボコスメを合計6名様にプレゼントさせていただきます。動画の概要欄にあるフォームからどしどしご応募お願いいたします。お待ちしております。それではチャンネル登録、高評価、コメントぜひぜひよろしくお願いします。それでは次回もお会いしましょう。さようなら。さようなら。皆さんこんにちは、まくがちゃんです。女神降臨メイクの動画を見たヤオギ先生からなんとコメントをいただきました。マクガちゃんと猪狩さんの女神降臨メイク楽しく拝見しました。お肌がとっても綺麗に仕上がっていて、ピーチ系のチークやリップの色味がバッチリマッチしてますね。ナチュラルで清楚感がありながらもキュートなレイナらしい雰囲気がよく出ていると思います。日常でも使えるメイクなので、動画を見ている皆さんもぜひトライしてみてくださいね、とコメントをいただきました。さらになんと読者の皆様宛にも今回コメントをいただきました。 LINE 漫画読者の皆さん、いつも作品をお楽しみいただき
たくさん応援してくださってありがとうございます。いつも心から感謝&愛してます。これからもまだまだ続くレイナと神田くん、五十嵐くんの物語を見守ってあげてください。それでは皆さん、幸せで素敵な年末年始をお送りになりますようにとのことです。これからも女神降臨の物語がとっても楽しみですね。皆さんもぜひ LINE 漫画でお読みください。それではさようなら。